さんこんにちは、ボディメイクトレーナーの中塚ゆかりです。今日も見てくださってありがとうございます。今日のテーマは内ももとヒップアップです。どうですか、内もものあたりにムチムチムチっとお肉がついてきちゃったり、お尻がちょっと下の方に垂れてきちゃってお尻をキュッと上げたい、そんな方のために1日3分やっていただけるだけで内ももがキュッと引き締まってお尻がキュッと上がる、そんなエクササイズをご紹介したいと思います。椅子に座って仕事をしているとお尻が潰れて太ももの内側にも力も入らないので、どうしても内ももが太くなってきます。そんな時に内ももをきちんと締めてあげること、それによってお尻がキュッと上がっていきます。内ももがキュッとなってくるといいことがいくつもあります。それはスキニーのようなまっすぐのピタッとしたねタイツが似合うこと、それが一つ、そしてヒップアップすることが2つですが、もっと本当は大事なことは骨盤底筋といって、女性にはすっごく大事な骨盤底筋というのがあります。この骨盤底筋が内側の内ももと一緒に引き上がることでお腹がキュッて引き上がるんです。実は骨盤底筋のたるみは内もものたるみと連動していますし、内ももがたるんでくるとお膝が痛くなったり腰が痛くなったり、いろんなところに支障が出てきます。ですので足は別に細くなりたくないよっていう方でも、今日のこれからやるカエル足をやっていただくことで、あなたのお腹もぐっと引き上がってまっすぐな姿勢にできるようになっていきます。では3分のエクササイズですけれども、一緒にやっていきましょう。最初は少しストレッチをして、それから3分間のカエル足をやっていきたいと思いますので、どうぞ真似をしてやってみてください。ではやりましょう。はい、ではまず仰向けに寝てみましょう。両膝を立て、片足ずつ外に倒していきましょう。足は交互に膝を外側に倒していきます。この時に骨盤があまり外に蒸れないように気をつけながら行ってください。痛みがないか確認しながら行いましょう。次に膝を抱えてからガニ股になります。足の裏を合わせて膝を開く、これをカエル足と言いますので、膝を抱えるとガニ股、このカエル足を繰り返していきましょう。次は片足ずつ抱えていきます。膝はまっすぐ、股関節をまっすぐと引いていくようにしていきます。息を吐きながら行ってください。次は股関節回しになります。膝を持って、膝で大きな円を描くように股関節から足を回していきます。痛みのある方は無理をしないように、でもできるだけ大きく回していきましょう。足を変えます。股関節は左右の硬さが違う方が多いです。痛い方はゆっくりと回すように心がけてくださいね。はい、では足の裏を合わせて外側に片方ずつパッタパッタパッタと倒していきましょう。これは力を抜いて行います。ではカエル足のまま、手は体の横、お尻を持ち上げていきます。この時は足の裏でしっかりと押し合って、そして手で床を押してからお尻を持ち上げます。足の裏に力を入れていると内ももからお尻の方に力が入っていきますので、しっかりと意識をしながら行ってみてください。次は両足を開いたり閉じたりを繰り返していきましょう。開くときは外側、閉じるときは内ももを意識して行っていきましょう。膝を抱えてから今度は上げた状態で開いて閉じます。では膝に置いたままゆっくり開いたり閉じたりしていきましょう。で次は片足ずつ開きます。片足の方が大きく横まで行きますので、横の床の方まで膝をしっかり開いて閉じていきましょう。体がゴロンってなっちゃうので
上半身は床につけておきましょうね。次は膝を上です。膝から先、つま先を天井の方に上げて曲げたり伸ばしたりします。伸ばしたまま開いて閉じて、膝が曲がりやすいのでできるだけ伸ばして行ってみましょう。はい、これは綺麗な足のラインを作ってくれます。足の裏を合わせたら頭を持ち上げます。ゆっくりと息を吐きながら、ふーゆっくり頭を下ろして、今度はもう一度先ほどのようにお尻を上げていきます。今度は上下運動になります。足の裏を合わせた状態でお尻を上げたり下ろしたり、上げたり下ろしたり、連続して行っていきます。お腹の力を抜かないようにしていきましょう。ではそのカエルの足のまま、足を上に伸ばす曲げるです。ちょっときつくなってきましたけれども、しっかり内ももを使って上げたり下ろしたりしていきましょう。次はうつ伏せです。はい、かかととかかとをトントントンと叩いていきます。膝は少し広めに開きながら、かかととかかと、かかととかかとと合わせていきます。うつ伏せの動作はももの後ろやつま先がつりやすいので気をつけてください。はい、では膝を上げていきます。これ本当一番つらいです。ももの裏がつりそうだったらもうお休みしてくださいね。あともうちょっとです。頑張ってください。上に上げて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 、はい、お疲れ様でした。力を抜いて、はあ、お尻ブラブラブラ、痛いなと思うとこはトントントンとほぐしてください。はい、内もも頑張りました。はい、ではお尻のストレッチ、腰やお尻しっかりと伸ばしてください。ふー、はい、皆さんお疲れ様でした。どうでした？結構辛くなかったですか？普段内ももとかね使ってないんですよね。なのでこれやっていただくと本当にヒップアップもできるし、内もものお肉もシュッと細くなって、スキニーみたいなね、あのぴったりしたパンツがとっても似合うようになります。そして綺麗なラインになるとおしゃれもしたくなります。ぜひやってみてください。そして皆さん、チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いします。 LINE も登録していただけるとこちらから情報がたくさんいきます。皆さんにお伝えしたいこといっぱいありますので、ぜひ登録してください。今日も見てくださってありがとうございました。